なってんのもしかして。あ、はじめましてなった。あ、ほんとだ、これもう船がや、ほんとみんな早く逃げなきゃ。川内さんの下の道路までもう上がった。道路まで上がった。夢じゃないよね。あ、ロープ下に行って、これみんな坂口さんの下の道路脇は、下の道路脇は全部上がってる。ちょっと何これ。人がね、もう逃げきれねえような人がいる。あれ、すぐに何がいる。ちょっとでっかい船がみんなね、あの坂口たちにね、打ち上げられてる。あれ、すごい。あ、車も流されてる。フェリー、フェリー、はい、大島のフェリーもね、人が乗ってるままね。すごい。ここは、いたな。はいはい。こっちも。出てきますから。またお知らせします。現在にご用津波警報が出されております。すごい。現在でも。これ誰の？坂口さん。大島のフェリーだよ。この家、これ、坂口さんのすぐ下の道路がもう、これ、この下の道流されてる。これ、獅子折りもあれだよね。これ、姉さん、なんか泳いでたうち。本当だ。海泳いでた。ここがこの時岸壁です。これ大丈夫なのかな。ここもだん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 不安になってきたよね。新山の方さ行ったんじゃいい。これ1回目だからな。うん、地震よりすごい。あー、また地震来た。まだ地震だ。早く早く早く。こっち。もうここ持ったらちょっと危ないよね。俺もちょっと危ないような感じだよ。そこの後ろ行けんのかな。行けんの。俺も後ろ来たから上がってきたらもう上って、すごい。はい、上って上にも一応行けるんですよ。あれは、あの川地の方にちょっとやべえ、もう食べるって言うのがあるから持ってきて、だからもう怖いんだね。あの俺はもう後ろ来たから行けるよ。おんちゃん大丈夫かな。これ田中もめみんなだ。あ、あれ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 、すごいの来た。おんちゃんずっと家とかにいてさ、船走ってるよ。だれ、あれ油流れてる。油、ほんとだ。油タンクの油流れてる。あと2、3ミッターで上がるよ。これ下の家に流れてる。これ下の家に流れてる。いきなり今あのキッチンの家に流せるんですか。もうこれうちの店だってあれだねの。ああ、もう怖いだよ。ああ、大変だ。怖い。これ上がった方がいいね。あ、どう、あのあんまりこう離れねえようにさ、やっぱ気になったら。
まだに、あ、引っ張られてるだけか。なんなんだこれは。なんなんだこれ。なんなんだろう。本当に。これ実は。初めてだ。騒ぎんで何だ。この時間壁が終わりだ終わりだじゃねえよ、全部終わりだ、地域人どこじゃね、これ獅子折り、おんちゃん大丈夫かな、本当に 家でずっといてからこんなになと思わねえで、獅子折りまで多分もう登ったべ、これ。ああ、渦巻いてるよ。こんな渦巻いた。それもう魚町のどこ食べ物ダメだな、魚町のもそんかでかない、警報じゃなくてもう実際に鳴ってるよ。でもこんなんで本当に車で街中走ってたんで、あっという間だよね。死んでしまうよ。しかも津波が来始まって、あっという間だったのにね。一回下の高さまで上がってる。津波が来、まだ揺れてる。あらら、ここなくなってしまった。なくなってしまったね。家流れてしまって、あれ、あの昇降岸壁の方のあのタンクじゃないですか、あれ。ああ、もう油も何も一緒なんですね。うん、もう臭い、油なってる。下のここの水が下がっちゃった。信じられない。うん、途中がうまくとこれあれ鳴ってんだかちょっと分かんねえけど、あ、そうだね。
先ほど消してみるまで。ダメだ、電話。電話無理だね。メールは途切れ途切れで繋がってんと。消しとく。電源、あれで消しとくわ。終わりだから。うん。すごい光景だね。いいだね。普通ネグラスだぜ、みんなこれ。ネグラスだった。これ死人が出てるね、結構ね。いろいろ大蛇してるからみんな飲んでね。うん、結構。これかな？あいつ何しに流れねえんだよ、あのあいつ。アンカーついたのかな？あのモーターボット。あそこ、ここの人、ここの人さ、あそこさ行ったんだけど、あいつ誰が？あいつだかも。もうすぐになったね。これ。同じスピードで来てる。今すごい勢いで水が。今すごい引いてるよね。うん。川になってる。川の流れだ。この地震で少なくとも20人から30人が頭や手足に怪我を負っているとの情報が。ものすごい火出る今。これは本当に。こんなんで、あの救出とかそんなことやってる暇がないよ。本当に。ずっと映ってたけど、ただ撮り方が。だってさっきまであそこの上まで水あったんだもんね。この建物が隠れたのに。これ今度そこ見えんだね。そこ見えっか。今度そこ見えっかんじゃない。なんかの穴が暗かったら、ほんま暗かったから波に上がってるみたいな。ねえ。うん、誰タンクもないみんなだ。仙台では東京もだぜ。あ、仙台とかの方もこういう感じで上がったところなんだよね。おかしいね、東京も危ねえんだけど、うん、あそこさ、ゼロメートル近いってさ、うん、太平洋側のやつ、太平洋側沿いの全部日本。ウザーでゴロンって倒れんじゃん。ゴロンと変わるな。あれまだほらタンクあれ煙出てきた。あああれは装甲だな。どこだ変だよあれ。ちょうどあの合同庁舎の近くの方だな。装甲のやっぱあっちの方だよね。
造船場の下見てみて、削られてから地熱なんだけど最初は雨のが100で下がったのが、まだまだ下っけなくなっていってあっという間に上がったもんね。いざこれで落ちたんですか。ただあいつ、あいつあのままで来てる。あいつまでで下がりが全部泳げるペースになってほんととりあえずでかいよ。上さ上がろう、どうにかして上さ上がれねえのかな。ほんととりあえずでっけ。あっちの勝手にさ、水をちょっと見ます。あそこ火事でねえか、あれ、船。なあ、船も火事だな、あれ。あ、船も死んでいったで。船なんだか、あの住宅なんだか。これ、大変だな。どこだ？こらいで、俺で聞いたってるじゃん。わかんないな。そこじゃ、海から崩れる。うん、違う、俺で、水に行く、水。俺でも崩れんだべ？そうね。水倒れてるじゃん。あの、便利で不便だもんな、こういう時は。うん、こういう時は全く無理だからね。弥生さんもあれ。あ、なんだ今度逆になってるね。ほら逆になったこれ。あれだね。逆になった。ああ、本当だ。津波がまだ来たな。来た。逆になった。おい、来たぞ。おい、来たぞ津波。おい。来たぞ。逃げろ、弥生さん。バカ野郎、何やってんだいつは。ほら今度逆になった。ほら、ぶつかり合ってるよあそこで。中でも結構大変なんじゃ。中ついて帰ってくるね。ああ、誰。中でうまい具合に浮かんでいけばいいけど、ちょっとどうなんだかな。こっちゆるいから。もうあれ。シャッター。来た。また来た。ほらまた来た。また津波が来ました。あれ戻ってきたほら。船が。うん。こっち渦巻いてきた。ここのところも走ってんだあれ。あれだ。エンジンかけてる。あいつ船乗ってんのに言ったけどさっき。誰だか。うん。なあ、着のさな。あ、なんで。生きた心地しねえじゃねえけんと、あれだっちゃ、あんな船に乗ってたら、うん、あー、こっち動き始まった。これ渦巻いてきたっていうか、湾内のあれだ。こいつは揺れるな、こいつはバリンバリンって。ここも本当に油断するとここもあれだ、うん、ね、地震じゃねえからまだいいかもしれないけど、なんだ？タンクだ。ああ。ああ。まだ上がってきたな。